トレバー・アッパ・トリック・プルーフは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスのウェストヒルズ地区出身の元プロ野球選手、ウトウミギウ2004年の MLB ドラフト1巡目で、ミネソタツインズから指名され、150万ドルの契約金で入団。2008年に、トリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスへ昇格。シーズン終了後の11月に、ツインズの40人枠に入った。 トリプル A 級ロチェスター時代2010年五月二十一日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。2011年はトリプル A 級ロチェスターでは五十一試合で打率。三百十三十五本塁打オプス一点零一球をマークし、課題だった打撃に大きな進歩が見られた。ツインズの内野手に故障者が相次いだこともあり、メジャーでは後半戦を中心に八十一試合に、 出場、打率、238、8本塁打を記録した。ミネソタツインズ時代2012年は、ジョシュウィリンガムに次いで、チーム2位の24本塁打を放った。2013年は三塁手のレギュラーに定着し、規定打席にも到達したが、課題が残ったシーズンだった。打撃面では、逆方向に打つことに徹したが、それによって、本来の思い切りのいい打撃スタイルを見失い。 ホームランが前年比で10本も減少した。また、打席数が増えたこともあるとはいえ、三振が100を超えた。2014年1月17日にツインズと235万ドルの1年契約に合意した。巻き返しを図る同年は、引き続き三類種のレギュラーに固定されて136試合に出場。打率、258こそ。 前年とほぼ同等の水準だったものの、リーグ4位の42塁打、自己最多の2、3塁打を放ち、80打点を叩き出した。また、死球を増やす一方で三振も微減させた。守備では失策こそ14と多かったが、DRS は6と平均以上の守備力を示し、こちらでも成長の後を残した。2015年は、自己最多の152試合に出場。打率は、 244まで低下し、三振も124と、自己ワーストだったが、3年ぶりの20本類台以上となる22本のホームランを放ち、チーム最多かつ自己ベストの86打点を記録。ブライアン・ドージャー、ミゲル・サのトリーハンターらと共に、中心打者として活躍した。守備面では140試合で三塁を守り、失策を11まで減らしたが、DRS は、 マイナスに転じた。また、一塁を17試合で守り、こちらでは DRS プラス4と講師を見せた。2016年は肋骨を骨折して84試合の出場に止まったが、自己ベストの打率。260.5年連続に桁の12本塁打を記録し、中心打者としての意地を見せた。三塁守備は63試合で6失策、守備率。 960DRS-4 だった。一類種の13試合では d r s イだった。11月18日に40人枠から外れると FA となった。2017年1月18日にオークランドアスレチックスと年俸525万ドルの1年契約を結んだ。6月15日にディーフとなった。2017年6月17日に 金銭トレードでタンパベイレーズへ移籍した。8月23日にリーフとなり、25日にマイナー契約で参加のトリプル a 級ダーラムブルズへ配属された。9月4日に再びメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。オフの11月2日に FA となった。2018年2月12日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月23日に一旦自由契約となるが、26日に再びマイナー契約を結んだ。開幕から参加の AAA9 ラウンドロックエクスプレスでプレーしていたが、4月10日に自由契約となった。2018年4月23日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、 25日に参加の a a 級リーハイバレーアイアンピックスへ配属された。7月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月31日にリーフとなり、8月5日にマイナー契約で a a 級リーハイバレーへ配属された。シーズンでは12打数3アンダーだった。10月5日に FA となった。2019年2月20日に フィリーズとマイナー契約を結んだ。しかし、3月21日に放出された。打撃面では、長打力が持ち味で、2012年には、規定打席未満ながら24本塁打を放ち、そこから3年連続で14本以上を記録している。本来のバッティングスタイルは、思い切って引っ張る打球を打つスタイルである。守備では、強権ではあるものの、悪送球の多さ。 守備範囲の狭さなど課題がある。2012年以降、遊撃手から三類種にコンバートされて使われているが、これは遊撃手としては守備力が低いことに起因するものである。ありがとうございます。